米田元気は男性アナウンサーである。千葉県柏市出身。早稲田大学第一文学部卒業。2007年アナウンサーとして福島テレビ入社。2008年に FNS アナウンス大賞、新人部門の部門賞を獲得した。2012年3月、福島テレビを退社。2013年1月1日付でラジオ日経に入社。 2016年春に、大関春と入れ替わる形で、大阪支社に移動。2020年1月に、山本忠と入れ替わる形で、東京本社に復帰する。うまきん3では、渡辺和明、競馬ライブへ行こでは、藤巻隆や番組のリスナーから、ラさんという愛称で呼ばれている。2013年9月8日の中山競馬 1R で、ラジオ日経での競馬実況デビュー。 2014年10月13日の東京ハイジャンプでラジオ日経での初重症実況を行った。2008年3月31日号2015年1月17日閲覧、お久しぶりです。そして2015年1月17日閲覧、先週の予想を振り返る2015年1月17日閲覧、米田アナが実況デビュー。 2015年1月17日閲覧。福島テレビのアナウンサー時代に2009年の七夕ショーなどを実況している地上派では JRA 競馬中継。2019年3月の実況担当、米田アナが高松の宮記念を初実況。大阪杯は今年も日の木川アナが担当します。実況アナ。日経ラジオ社。 2019年3月24日閲覧2018年12月の実況担当。今年の2歳 GI はフレッシュに。阪神 JF は、米田アナが、GI 初実況。朝日ハイ FS は、山本忠アナ。実況アナ。日経ラジオ社。2019年3月24日閲覧ありがとうございます。